チェリだよ。今日はですね、夜眠る前のナイトルーティーンみたいな感じをちょっと紹介したいと思います。最後まで楽しんでね。ということで、メイクを落としていきたいと思います。まずは僕が最近メイクを落としているのがこれ、ソーソーのモイストバブルクレンジングです。振ってほらほら、すごい、これクレンジングなんだよ。これをふんふん、音やばくない？いやー、なにこれ、全国放送これ、うん、全世界放送、うん、やだ。でね、僕これなんで好きかって言ったら、まず泡のクレンジングとかさ、ちょっとさ、よく分かんなかったんだけど、使った後にすごく肌がしっとりしてる感覚がするんですよ。ちゃんと化粧を落としたいイコールやっぱ肌への負担が大きいってイメージがどうしてもあったんだけど、しっかり肌が洗い流した後にしっとりしてて肌への負担が少ない感じがして、で泡だから、泡って大丈夫、イントネーション、泡だから洗っててめちゃくちゃちゃんと落ちてる気がする。流します。幸せ感たらやしな。やっぱメイクしてたらもう顔が疲れるんですよ。顔が重いというか、どんどん顔が軽くなっていく。恐ろしいよね。恐ろしいそしたらアルジランのオーガニック透明フェイスウォッシュ 99% ナチュラルオリジン、ナチュラルオリジン弁当、ナチュラルオリジン弁当とのコラボかな、こんぐらい、まああんま取っちゃダメ。これをこういう風にちょっと水入れながら、ちょっとこんな感じで泡立てる、優しく、もうあんまり肌に触れてないイメージで泡で洗う感じで、はい、いただきます。熱いなこれ、お湯45度ぐらいにしちゃった。本当はぬるま湯とかで洗ってくださいね。熱湯やらせて。さあ、よし、オッケー、すっぴんになりました。切ったらこんなんでさ、こうやって拭いてさ、これカットだね。これみんなもやってるでしょ、どうせ、うん、洗顔した後のタオルで、これ引きました、ドン引きましたとか言われたらどうしよう。はい、ということで次はオイル、メルビータ美容オイル、スキンオイル、僕オイル派なので、絶対オイルしか使わないので、まあ冬なのでちょっと多めに、おつけまーす。でここで皆さん、えって思ったかもしれませんが、化粧水しません。あとでなんかもうちょっといろいろやるんだけど、最初はまずオイルだけ。普通の人化粧水とかつけたりとか、オイルを使う人でもその後なんかまあ乳液とかしたりとかいろいろあると思うんですけど、僕本当にリンクと息子とお風呂とか入る時も多くて、お風呂の後に時間をかけれない。まずリンクに拭いて、洋服履かしてドライヤーもしてとか、ワセリン塗ってとかしないといけないから、そんな時間かけれないので、もうオイル1本最近は。で一人でお風呂入る時用の今日はあのものをします。オイルの後にこの間いただいた不死身のパック、これね、なんかやり方あるの。このね、ここにこういう風になってるんだけど、ここにめっちゃ美容成分、美容液入ってるから、これをギューってね、下に、ここの下に、ここにパックがあるから、この下に落とすの。あー、すごいすごい出た。これを取ってタップタップ、なんか大事な撮影とかの前日とかにやったら、肌綺麗ですねって言われる。そうですよって言うのこんな感じで、鼻高いあるある、鼻が足りないの、いつもすっごい自慢、鼻がね、いつも足りないのでパックを取ったらなじませていって、めっちゃ美容液余ってるので手とか塗って、デコルテとかね、最後になんか今までのこの美容成分を閉じ込めるみたいな気持ちでクリームで蓋をするのが好きなんですけど、クリームはレジェナエンリッチドクリーム、これめっちゃこってり硬いクリームです。これを
僕よく笑うから目の周りにシワができやすいので、ちょっと目の周りをちょっと多く、アイクリームとか本当欲しいんですけど、そこにお金を費やすっていう美意識までまだないこんな感じでちょっとまだクリームいっぱいついてるの分かりますかね。なんか結構クリームついてると思うんですけど、なじませてっていう感じで OK です。ということで今日のパジャマはこんな感じでーす。はい、寝る前はいつもこんな感じです。まずはストレッチしていきたいと思います。股関節がね、僕こんな感じで柔らかいんですよ。ちゃんとしっかり膝がつくというか、この股関節がやっぱり硬いと疲れやすくなるから、ここもしっかりストレッチで、ストレッチしながらこうやってね、なんか今日あったこととか結構思い出しながら考えながら、やっぱ忘れたいことあるじゃん、今日会った時で忘れたいなみたいな、っていう時に忘れたいことが頭に浮かんだ時、首回します。もう流していく、すべてもう僕のせいじゃないよね、あいつのせいだとか思いながら首を回していきましょう。でこうやってね、ちょっとリンパとかも流していってね、朝にやるのもいいんだけど、リンパのむくみも取れるから顔すっきりするので、まあ、夜にもね、ちょっとここら辺ギュッてしてたら、猫背の人とかここはギュッてなってるから、ここうやって伸ばした方がいいんですよ、肩甲骨寄せる、そうそう、だからこういう風に、まあ、ここをまず、僕今筋トレしてるからちょっと胸筋があれなんですけれども、でこの太ももの外側とかも結構張るから伸ばして、でこの時に足もこうやって回してあげたりとかね。この後マッサージするんですけれども、その血流が良くなるマッサージするまでのしっかり土台作りができるのでね、温めておくって感じ、あったかい足をマッサージした方がより効くのでね。で 眠りながらこんな感じでボキボキボキっていうまでやって目こうやって落とせポーズとかして、背中をちょっと縮めた後に広げる、あー気持ちいいっていう感じでね、あー気持ちいい。その時は何か考えてる？この時はね、ローンのこととか保険のこととか、はい、こんな感じでストレッチしたらやっぱ温まるじゃないですか、体が。結構そんな時にマッサージするの。マッサージは僕この間の沖縄に帰ってたんですけれども、撮影でね、その時に僕のお母さんからもらったこのボディショップのなんかバニラの香り、僕あんま香りにねこだわり、まあ、あるんだけど、マッサージとかだったらそんなこだわりないので、別に外にねつけてくわけでもないので、こんな感じでマッサージしまーす。もう脱毛中なんですよ、ところどころ毛が生えてるはい。でやっぱりこの血流をしっかり流してあげてマッサージしていくことによって、むくみにくくなったり、温まるから痩せやすくなるし、今日疲れた足の疲れは絶対翌日に持ち越さない、だから蓄積させないっていうのは意識するためにマッサージはしてますね。で最後にナイトルーティーンでちょっと紹介したいものがありまして、もう僕がもう今座ってるこのベッド、じゃーん、コアラマットレスでーす。これね、もう寝っ転がったらすぐ分かるんだけど、本当に気持ちいいの。もう多分1分で寝れる。あー気持ちいいって思うような、あーすごい素敵、天国ってこうなのかな、本当に幸せなんですよ。いやーなんかこれ白いからさ、またこれなんか雲に思えてさ、すげー天国みたいな感じ。頭の部分と足の部分は結構柔らかくて、腰回りのところはちょっと硬くなってるんですよ。だからそれはすごく安心するというか、多分同じ全部硬さだったらフィットしづらいのかなって思うんですよね。なんかこの体のパーツに合わせて、ここは硬くしてほしい、柔らかくしてほしいっていう体のパーツに合わせてしっかり硬さが違うから、めちゃくちゃフィットするんですよね。こういう風に寝返りとか打っても落ち着くというか、フィットしてる。だからどこに行ってもフィットするんだよね。寝返り多い人もいると思うんだけど、なんかどこに行ってもコアラマットレスが、はいここで
はい、ここで OK ってキャッチしてくれてる感じがするの。すごいおすすめですよ、これ。もう寝返りがすごい人いるじゃん、たまにこうやってさ、いやもうすごい、もう、あ、もう起きた時こうなってたみたいな人いるかもしれないんですけど、どの形になっても本当にフィットする。で、しかも3層の、あの硬さの違う層で出来上がってるらしくて、硬くなくでも柔らかくもなくっていういい感じの硬さを生み出してくれてるんですよ。多分めちゃくちゃ柔らかい、あのマットレスとかあるじゃん、いっぱい。なんだっけあれ、バネが入ってるみたいな。あ、そう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 、そういうのもあるじゃん。あるし、これはなんだっけ、これウレタン。ウレタン、ウレタンって、ウレタンかはるかな流行るかな、うん、ウレタン、ウレタンって、ウレタンってならない、流行んないかなこれ。初めて言うのに新しくないよね、なんか、うん、古い、ちょっと古い感じそう、ウレタンのおかげもあって、うん、低反発というか本当に居心地がいい日本人好みな硬さを演出してくれてるよね。ものすごく僕これ好きだなって思うところがあと一つあって、振動が伝わってこないんですよ。それにどういう意味かって言ったら、例えばパートナーの人と寝てるとするじゃないですか。その時にあのお相手の方が夜中に、まあ、お手洗いかなんか立ち上がるとか、朝早い仕事とかで自分が寝てる時に立つ時にやっぱ振動で起きちゃったりするじゃないですか、気づいてね。このコアラマットレス振動が伝わってこないから気づかなかったりするんですよ。お子様がいる家庭とか、子供が寝てるから起こしたくないなっていう時に、本当に赤ちゃんとかだと起きちゃうじゃないですか。そういう時にはすごくおすすめだなって思ったんですよ。でもあんまりみんなそれ伝わらないじゃん、わかんないじゃん、信じれないと思うんですよね。だから今日はちょっとある検証をしたいと思います。はい、これです。ありがとうございます、時雄さん。ということで持ってきていただいたんですけれども、このね、ワイングラスに水を入れたんですけれども、あ、今自分でこぼしそうだった怖いこれをね、ここに置いて、僕が今からジャンプしたり踊ったり騒ぎます。それでも本当にこれがこぼれないのか、普通にびちゃびちゃとかなったらマジ最悪なんだけどねえ、ウレタンから終わったんになっちゃう僕もこんなに今言ったんですけど、正直こぼれる気がするんだけど、まずは一回ね、やってみようかなって思います。じゃあまずはジャンプしますね。あ、全然いけるわ。揺れてるけどこぼれないね。だってそっち側動いてないもんね。ね、すごい。枕とかのところも動いてないもんだから、やっぱちょっとファンの人にしかわからないダンスしていい？うん。あ、全然大丈夫じゃない？すごい、すごい。これは絶対に倒れるみたいなことしていい？ある、そんなの大丈夫かな、これ。絶対倒れちゃうよ。うん、いくよ。いいよ、カチャーシー。はい、痩せするゆいやない、やさあ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 、アッティ、全然こぼれないじゃんアッティまで入れたな。じゃあ、わかった、ここからバンって座りたいと思います。結構振動だよ、それは。一番振動くるよ。うん、いくよ、うん、やるよ。うわっうわっうわっすごいね全然じゃん、全然じゃん。ここからじゃあ一回、もう一回立つ立つ、もう一回ここから立つ、ね、いくよ。うわっ、すごいわ。いけるね、いける。一人まくらないにする、うん、今相手がいないからさ、一人まくらない、うん、あ、ちょっとやめてよ、あ、ちょっと待って、あ、やばい、待って待って、チュッとかなったりするか修学旅行で憧れてたな、なんかあの好きな人の枕投げとかしてぶつかっちゃってチューみたいなね相当な奇跡だよね、あの唇と唇が触れ合って。奇跡すぎる、奇跡すぎるよね。しかもいい、こうね、うん、スピードというか、あんまり速かったらバッていてーみたいになるじゃん最悪お前なんだよみたいなね、一人枕投げでした。で、コアラマットレスって名前なんだけど、
梱包開けるときにコアラ入ってるのかなもしかしてみたいな、みたいな、コアラって思ったら全然絵とかはあるんだけどコアラ入ってなくて、どういうことどういう関係性みたいな思ってたんだけど、全然関係ないのかなみたいな。実はそんなことなくて、世界自然保護基金と提携していて絶滅危惧種になっているコアラを売り上げの一部を寄付してるんですよね。素晴らしい活動だなと思って、まあ、僕もね SDGs とかにはすごく興味があって、買い物って投票だと思ってるんですよ。この商品すごい大好き、いろんな理由で買いたいと思っても、じゃあそれを実際使った後ゴミになる時に地球に本当に優しいのかとか、一人一人の行動が地球に影響していくんだなっていうふうに思うんですね。まあそれは本当に環境のことではあるんですけれども、そういうふうにこの会社の売上の一部を寄付しますとか、そういうことを知ってる上で買い物をするってある種の投票だと思いますし、そういうところも含めて買い物をするのってすごく素敵だなって僕は思いましたので、ぜひ絶滅危惧種のね、あのコアラにも売上の一部を寄付しているらしいので、ぜひそちらもね意識しながら、買い物を楽しんでいただけたらなと思います。ということで今日は、ナイトルーティンを見てくださってありがとうございました。本当はねいっぱいおしゃべりしながらでもいいかなって思ったんだけど、僕夜あんましゃべんないの、よく考えたら夜は本当にリラックスする時だから、日中ずっとしゃべってっから僕で、朝起きた時はすぐしゃべ、すっごいしゃべるの。僕も朝起きて5秒でしゃべれるの。何話すの？うるさいの。何話すの？いやマジペコリンにも超うれるんだけど、朝起きた瞬間からめちゃくちゃうるさくてまあでも夜はちょっとリラックスしたいモードだから、いつも通りにまあメイク落としてスキンケアをしてベッドに入ってストレッチしたり踊ったりとかしてたけどそんな感じの普段と変わらないナイトルーティーンでした。また次回の動画もお楽しみに。バイバイ、ありがとうね。お茶碗。ワンワン吠える、お前の犬と違って俺の犬はお茶碗で吠えるんだよ。どこでか、どこでどこで吠えるかっていうとね、ここでも吠えるし、あっちでも吠えるし、お茶碗。お茶碗何これ。